はい、忙しい高田さんに代わっていろんなところに行く、今回はハンターマウンテンに来ています。で、ハンターマウンテン上から下まで 3000m 滑れるということなんで、ちょっとね、自分コースがまだ分からなかったりする部分もあるんで、前回来ていただいたなっちゃんと、なっちゃんイエーイ、あとね、太郎さんと、2人にね、コースをね、3000m 上から下まで紹介してもらおうかなと思います。お願いします。まあね、なっちゃんはね、前回同様でね、カービングをバチバチ滑る、ライディングスタイルなんですけど、太郎さんは、パークですよね。そうですね。まあ、いろいろやるんですけど、で、今回はね、太郎さんもいるんで、太郎さんは、お店の店長さん、スノーボードショップの、はい、なんていうお店ですか？スノーボードショップ、ホームという。ホーム、はい。まあね、板がね、2人ともモスなんですけども、お店にもモス結構あるんですよね。もちろんモスが一番でやってます。うん、この板何ですか、ちなみに。バイファイブって言われます。じゃあ太郎さんがおすすめするなら、バイファイブは、まあこれはちょっと150っていうライダースペックのモデルなんですけど、普通の154とか、もちろんレディースの147とかはすごくこうツインチップだけどカービングもしやすくて、初心者から上級者まで使えるいい板です。面白そうですね、はい。まあ、ハンターマウンテンに持ってくるなら、まあこういうボードの方がいいですかね。うん、そうですね。カービングボードだったり、結構、はい、ね、いい感じの板を乗ってるんで、はい、ハンターマウンテンね、結構ね、滑ったらアイシーですもんね。バーは閉まってることが多いです。まあ、だから自分はね、今日ね、柔らかいボードで来たんですけど、初心者の人はね、柔らかいボードで、このゴンドラは、まあ、乗らない方がいいですよね、とりあえず。乗っちゃうとね、いきなり。そうですね、ちょっとシャドウがあるんで、スピードがね、最初は下の方のボディーを、鳴らしてもらえる。じゃあまあね、そんな感じでちょっとね、3人で、上から下まで 3000m 滑りたいと思います。では行ってみます。はい、ゴンドラ降りました。でですね、まあすごいね、こうね、景色もいいんでね、ここもね、ハンターマウンテンのね、一ついいところかなと思います。ただね、シャドウちょっとね、急ですかね。まあね、じゃあこんな感じで行きます。はい、はい、このバーンどんな感じですか？ハンターマウンテン上のコースは結構シャドウがどこもまあまああるんで、しっかりボードをスピードコントロールしたりとか、きちんと止まれるとか、ボードしっかりコントロールできる人じゃないとちょっと危ないかもしれないので、その辺は気をつけて見てください。はい、わ、はい、かりました。行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。イエーイ、ついてきます。で、前もね、このバーン滑ったんですけど、やっぱ急ですね、ちょっとね。あ、スピードコントロール、雪いいわ。いや、雪すごいいいわ。カービングバーン。遊んでください。で、このまっすぐ、まっすぐ、イエイ。こっちはね、迂回コースでね、緩いかなと思います。上手い人はこっちがいいんじゃないですか。
すげえいっぱいいる人、にぎやか。いいですね、やっぱこの場は人気かな。ええ、いい感じ。あ、行きますか。そっち行きましょう。バクバク。グラトリね、やってみた方がいいっすよ。下の方やっぱね、バーンが柔らかいからね、やりやすいかも。いや、長い 3000m、 長いわ、息切れ長い。来ました 3000m。 まあこれでまたね、ゴンドラに乗って一番上に行くような感じですよね。いや、ハンターマウンテンね、すげえ面白いっすわ。ちょっとね、ところどころ硬いところもあるんでね、みんなね、気をつけてもらって。はい、まあ、ハンターマウンテン、こんな感じですごい楽しみで、皆さん遊びに来てください。ありがとうございます。Don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods in my